皆さんこんにちは、モンマミキです。今日は千金通商物語97話です。私2023年に入ってから毎日悪夢にうなされてて、なんか思い出したくもない過去の出来事をがこう夢に出てきて、すごい精神的にきつい状況なんですよ。で、その夢の中で出てきた、小学校5年生の時の出来事をお話ししたいなって思います。私、小学校5、6年生の担任の先生大嫌いで、もう本人がこれ見ててもいいやっていうぐらい、別にいいやって本当に思ってるぐらい大っ嫌いで、でその先生にハサミを貸してほしいって言われて、はいってこうやってお渡ししたんですね。そしたらめちゃくちゃ褒められて、すっごい普通のことしてると思うんだけど、ハサミの刃を相手に向けてないっていうだけなんですよ。それだけ。当たり前だよっていう。でも当たり前じゃないんですって。小学校5年生でそんなことできるのはすごいんだそうです。まあ、個人的にはその小学校5年生っていう枠にこう一括りにしないでいただきたいっていうところがあって、なんでかって、私千金通商物語で虐待されてるってお話をずっとしてきてて、刃物を向けられてたので、自分が誰かに対して刃を向けるなんて絶対ありえないことなので、自分が向けられて嫌なものを人に向けるはずがないっていうところですね。だからこういうちょっと刃物に関してはすごくおさない時から注意してますね。幼い時から刃物向けられてたから恐ろしい。だからなんだろうな、こうそんな大きい傷を負うことは必要ではないんですけど、ハサミで軽く手切っちゃった痛いなっていうのはやっぱり経験しないとわからないし、わからないから平気で相手に刃物向けたりすることができるだろうなって思うので、やっぱり何でも人は経験かなって思います。ただあれなんていうのかな、繊維筋痛症の痛みとかその他病気の苦しみっていうのは味わいたくても味わえないので、想像力を働かせてこう相手に寄り添うことが大事かなって思ってます。もう悪夢にうなされて、それでも誰かのことを考える力があるのはちょっと自分で自分を褒めたいなと思います。そろそろこの悪夢から解放されたいです。とりあえず、なんだろうな、自分がされて嫌なことは人にしないっていうのは基本だと思って毎日生きてます、ね。刃物を向けられたら嫌なので相手には向けない。でも時めちゃめちゃ褒められたのがちょっとなんかあんまり嬉しくなかったな。はい、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。